まずはまあこれだけの選手があの一堂に会するというのはなかなかないことだと思いますし、まあ、まだ当然僕もいろんな選手と話ができてないですけども、まあ、それだけで非常に、自分も来てよかったなとは思います。またこの社会貢献活動というのはやはりなかなか情報を仕入れづらくて、またああやって映像で見ることってなかなかないと思うんですね。だからやっぱり見るとすごい面白いし、またそれによって自分もあだったらこんなことができるかなっていうのはすごい影響を受けやすいんじゃないかなとは本当に今日映像を見てすごい思いました。まあこれは僕は一人でやる活動ではないので、ただ今日本当にここに来てない多くの方々が社会貢献活動をやられていると思いますし、そういった情報をもっともっと集めて、もちろん選手もそうですけども、もっと世の中多くの人たちがシェアすることによって、みんながその社会貢献というものに対して踏み出しやすくなるんじゃないかなと。まあ、社会貢献ってなんか難しく考えがちですけど、結局はみんなの輪を大きくしてるだけであって、まあ、その一つの形だと思います。その時にスポーツっていうのは人をつなげる力っていうのはすごい強いので、多くの方に入りやすい、窓口になるんじゃないかなと、まあ、改めて思いました。やっぱりこう多くの人がつながるためのプラットフォームだと思います。そのために、まあ、今回第1回でまだまだ多分この活動自体も知られてない、やっぱりこれ多くの人に知ってもらって、でここにみんなが集まってくる、まあ、そんな形になればいいんじゃないかなと思います。まあそのゆるスポーツもそうですし、それこそ今も宮本会いましたけど、宮本があれやってることすら僕知らなかったです。やっぱりこう同じスポーツ、まあ、同じサッカーでも、これは日本国内に限らず海外でも意外に社会貢献に関しては情報をシェアしてないので、やっぱりそれがこうやってみんながシェアできる場があるっていうのは多分すごい面白いんじゃないかなと。だったら先ほど宮本もやってるように、あだったら僕もたまに行きたいなとか、まあ他のスポーツでもいろんな選手と話してるのは、社会貢献だけに限らずそれぞれのスポーツ競技って実はやったことがないので、じゃあ今度みんなでやってみようっていう話が結構あったりして、その社会貢献以外のスポーツっていう取り組みだけ見てもなんかこれから面白いことが起きるんじゃないかなと思ってます。まあ僕の場合運よく現役時代からいろんなチャリティーマッチに呼ばれたことによって、その社会貢献ってこういう形があるんだな、それまでは寄付をするとかなんかこう無償の労働をするみたいなイメージがあったんですけど、まあ、自分がやってることをなんか違う形で見せるだけで社会貢献になるんだなっていうのを初めて知って、多分僕は運が良くて経験できたけども、それを知らない人たちが多分多くいる。そのためにこのヒーローズの活動っていうのがアカデミーとかやることによって、いろんな人にそういう情報とやり方を教えるっていうことも一つですし、当然現役の選手の方が時間がないので、まあやり方も限られてくると思うんですけども、多分この先はこの活動が広まっていけば、辞めた選手と現役の選手がまたつながる場所っていうのはすごい増えてくるのかなと、まあ、なんかそれも自分も、まあ、ここに立っててあれですけども、なかなか楽しみだなと思いますし、今だとねどうしてもサッカーに関してもどうしても現役の選手関わったことがないので、そうするとどうしてもこう試合からも遠ざかりますけど、やっぱり自分が知ってる選手が出てれば、まあ、見にも行くだろうし、より興味持つだろうし、それがサッカーだけじゃなくていろんなスポーツに広がれば、また違った意味で自分も本当にスポーツまた何かいろいろできるのかなと思います。嬉しいなっていうよりもやっぱり、まあ、スポーツ見てれば分かる通りもう表情で出てきますね。言葉じゃないですね。だからそれが言葉はいらないっていう意味では非常につながりやすい、まあ、スポーツとすごい共有できる部分かなと思います。ありがとうございました。それではこちらで終了させていただきます。